れ付き来ていいですね。入ってる、入ってる。ここで一緒に食事をとってくださいます。本日のお食事ゲストの登場です。拷問すぎる。ファリン役の早見沙織です。よろしくお願いいたします。それではもう行っちゃってください。早速いいなって思いながらずっと見てました。すごい。だってね、先に、はい、もう行っちゃってください。行っていただいても こんなラジオ初めて。トマリさんも中さんもおっしゃってました。こんなんいいんですか。ちょ、毎月来ていいですか。それはもちろん、あの、なんだったらお食事だけしに来られて、ね、いいんですか。本当に歓迎です。喋っていただけたらなお嬉しいです。すごい。ちょっと僕はテールスープも味見してみようかな。じゃあ私はピザ行こうかな。いただきます。どうですか。あ、うん、あ、やばい、うん、え、あ、油の美味しさ。ああ、これどうですか、あやみさん。上品。あー染み渡ってる。ちょっといもう一食分ぐらいもう食べて、そのまま寝たい。もう仕事を放棄したい。美味しすぎる。そうさ、ちょっと私ピザ行ってもいいですか。それはあの玉ねぎとチーズしか乗ってない。トマトスなしの方ですね。はい、いただきます。いい音。美味しい。いやもうこれはもうもりもり食べていただいて。本当に食べますよ。本当に食べて大丈夫です。本当に食べますよ。話してほしいとこだけあの振るんで言ってください、はい、あのもう居酒屋感覚でちょっとあの感覚、あの居酒屋で今回はねちょっとレストランですね。高級だな、なんか。いやもう本当だったらチルチャックにあやかって赤ワイン出したいと作家さんもおっしゃってるぐらいだったんですけれども、ペロペロで喋っちゃう。しかもこのローストビーフ英語とかですよね、確か。トトリューでしたっけ。はいって言います。すごい元気。しかも今回あのテールスープに使われてるこちらも同じこだわりのトトリキ、ということで。どういうこと、こだわりすぎてる、うん、選手だ。もうあのシェフが、そうですよね、リアル選手だ、ね、塩やるとまたお肉の甘みが増していい。赤身ってうまいんだな。え、あ、ちょっとテールスープ美味しすぎる。何も手がつかない、はい、本当に。召し上がりながらね、ちょっといろいろ話していくんですけども。そうですね、せっかく早見さんにもお越しいただいたということ で、まあ、ファリンについていろいろお話ししていきたいんですが、はい、ファリンはライオスの、まあ、妹でして、うん、第1話でいきなりパーティーを守るため、助けるためにレッドドラゴンに食べられてしまうところから物語始まっていきます。ライオスがね、お腹空いたみたいなこと考えてるうちに、うん、パクリと後ろから、食べてる、早く食べてる。そうですよね、あんな食べられちゃって、あんなポコッと食べられちゃって大変悲しかったなって言ってます。びっくりもしましたね。いやでもライオス的にはね、それこそ子供の頃、特にあの11話とかで、はい、いろいろ判明しましたけど、過去2人どういう会話があったっていうのが見えてきましたけど、はい、結構大切な、はい、られました。大きい一口を入れすぎました。でも頬張りすぎて、お肉食べるのって一番それが美味しいですから。美味しかったですが、いや本当にあの、はい、食べられちゃったんですよね、いきなりバクリと。もうそこからある種物語が、そうですね、あれがなければ動かなかったですから、うん、どうでした、この自分が声を担当するキャラクターが、はい、第1話のアバンの数分で確かに食べられちゃう。行かれたわけですけど、なかなか。しかも結構本当に残酷な形で描写されるじゃないですか、だからあの感覚を私も忘れないようにしようみたいな、後半、まあどうね、いろいろも見てくださってると思うんですけど、後半またファリン出てくるっていうのも分かってたので、うん、このあの時の食べられたシーンいつも念頭に置いとこうみたいな気持ちはありましたね。まあ、しかもあの食べられる、なんかそのライオスのリアクションもあって、そこまで深刻に見えすぎないっていうのがありましたけど、うんうん、そうですね、やっぱりこの11話で10あのライオスが足もパックリいかれたので、ってことは胴体パックリいかれたってことはっていう、なんかそのつながり方もすごくこの作品の妙だと思うんですが、確かにパリに比べればみたいなね、心もあったもんね。こうやって2人が喋ってるのを見ながらご飯を食べれるなんて平和な、幸せだな。だって幼少期もありましたからね。ね、そうですよね。可愛らしい。こうやって二人が喋ってるのを見ながらご飯を食べれるなんて、なんか幸せだな。